幸せへの直行便に乗り換えるなら主家塾。5月の運勢ということで、うん、運勢やるんかい。いや運勢みんなすごく気になる。あ、そうだよね、みんな気になるね。じゃあ好きなので運勢ちょっと語ろう、うん、はい、5月なんですけれども、うん、運気がいいのは、うん、六白金星と七赤金星。おめでとうございます。ね、一番運勢がいい七赤、そしてその次六白。はい、はい、じゃあ、バッドの方ですね、はい、ちょっと気をつけてね、うん、寄り添いたいなっていうのが、うん、白く木星、白く、そして時刻土星です、はい、ね、白くね、本当に今年はもう絶好調なところに来てますよね。こう豚甲板が出てると思うんだけれども、この白く東南のところに来た時っていうのは運勢が一番いい時だけど、5月はすっごい貫入っていうところにね、なるので、まあここでもうどうしたらいいのっていうね、今日は白く、それから、まあ運勢がいいよっていう六白七赤豪を扱いたいなというふうに思っております。はい。はい、白くは展望とね、開運とか、私も展望と開運買ったんだけどね、あのみんな本当に展望と開運ね、もう買って読んでくれていてたと思うし、展望と開運セミナーもね受けてくれてると思うんですけれども、なかなか自分のね星のところを覚えていないっていう人たちもいるかもしれないよね、はい、なので寝ながら聞いていただいて、こんな風に言われていたな5月っていう風で、私がねちょっと代わりに今日は読ませていただきます。5月になると白く木星に疲れが見えてくる。だって今まですごく良くて走ってたもんね。で、体の不調を感じ風邪をひいたりするって、ここね、いつも元気でやってる白くだから、あれって思うよね。ちょっとなんか不調を感じてきて、仕事の忙しさであまりにやっぱり自分の体後回しになってて、人の世話で忙しいでしょ白くって。もう大好きなもの、人のね面倒を見てあげたりとか、優しいから、もうそれに一生懸命でもう全速力で来たのに、今月はもう自分の体調管理をしっかりしましょうっていうね、自分のケア、自分をいたわろう月間です。うん、でもそうは言っても、まあ、白くの人は人の面倒を見たい人じゃないですか、うんうんうん、そう、それどうしたらいいですか。そうなんだよね、だからやっぱり面倒を見るなって言っちゃダメだよね、白くの人の。それ生きがいだから、あの弱い人のことをね、こう気にかけている白くは、全然それはもう続けてやっていただいていいです。でもまず自分もいたわろうじゃないと、本当にね痛み抱えたりとか、もう疲れて動けないとかっていうシロップの人が無理してやると、周りは大迷惑。もうね、この本当にとばっちりが来るみたいなところがあるので、周りの人たちがそのシロクにピリピリして、あ、シロクの人が機嫌が悪いみたいな感じで、どうしたらいいのかなっていう風になっちゃうんですよ。そうするとシロクさん今年絶好調なわけだから、周りの人たちが、あ、大丈夫かな白く、怖がっちゃってピリピリっていう人たちを今年従えて、自分がね目的をこう達成するために一緒にチームワークでやっていく中で、もしかしたらその敵を作ってしまったりとか、自分に対してのねこう反発してくる人を作っちゃったり、理解してもらえないなんていうようなことが、衝突が起きてしまったりするんですよ。で、それもがっかりするの白くは。もう全部において完璧にしたいって、みんなと仲良くしたいっていうふうに思うのに、なんでこんな風に仲良くなれないんだろうっていうふうに思って悩んでしまう。自分はいいことしてるっていうふうに思って、これをやりたいと思ってやってっていうふうなのに、なんで分かってもらえないのみたいな感じになって、これで八つ当たりみたいな感じでイライラしてしまうっていう風になると残念なので、自分がこれで癒されるっていうものが白くの人は結構分かっていると思うので、温泉に行くなんていうのがね、あの気分転換になるなんていう人もいるし、ちょっとこう体をね動かすっていうようなことで自分の鬱憤をね発散するっていう人もいれば、もちろん休んでいただいてもいいと思うので、ゆっくり睡眠をとる。やっぱりね、寝ないで夜型で一生懸命頑張っちゃう白くの人いると思うんですけれども、今月は休む、自分を癒す、人の面倒は見ない、そう、自立してる人はもう本当にやっといてくださいっていいと思うんだよね。で、弱ってる人ぐらいはちょっと気にかけてもいいかなっていう風で、
うん、こうみんなのね縁の下の力持ちみたいな感じでみんなで一緒にやっていこうっていうことができるんだけれども、今月だけはっていうかもうその5月だけはなかなか自分に余裕がないからできないんだから、そんなに無理しなくていい、休んでいいし、また来月になったらできるようになるから、やっぱりこの先月まではすごい走ってた、そして5月はちょっとお休みして、そしてまた次から行くっていうこのねリズムを知っておけば、今どうしても無理してやりたいっていう風になるんだったら、まあ、決意ぐらいしておいて何かスタートするっていうのはいいんですよ。決意してこれを始めたいなっていうようなところを、まあ、ちょこっとこう種まく程度に周りの人たちに言っておくぐらいはいいと思うんだけれども、そこでね体がやっぱり動けないし、まあ、もしかしたらそのお金がちょっともう今あんまりなくてっていう風で動けなかったりっていう風で、体だけのことではないかもしれないし、人間関係で協力してほしいっていうことがうまくこうね言いたい時にその人が捕まらないとかいないとかっていうようなこともあったりすると思うんですよね。だから幸運期だからすごくいいから、ずっといいっていうわけではなくて、ペースダウンする時にペースダウンするから次いい時にはいいんだけれども、ペースダウンして無理しちゃって、そして周りがついてこれないとかね、自分が八つ当たりしちゃったりとかイライラしちゃってとかっていう風でチームワークが乱れちゃったら、ここで本当にこう基盤を作ってやっていきたい来月に信用とか信頼が失われた状態でっていうのはすごくやりにくいと思うんですよね。じゃあ嫌がおうでもペースダウンと、いう感じですね。そうですね。では次にお伝えしたい運勢は、はい、次は五王の星なんだけど、五王はちょうどどこに来るの？来月5月は時刻の上に、あ、そっか、はい、じゃあ先月はすごい辛いところにあったんだ。そう、うん、関連してたんだね、うん、でもなんかこう新しいスタートみたいなところがあったりして、うんうんまあ、スタートだったのかなって、うん、その大変さがあったかなと思います、うん、そうですよね。でそのすごい大変だったところからいきなりガーッと全速力で突っ切る時ではないので、まあ、ゴーさんは5月はちょっとゆっくり丁寧に始めていくっていうのが大事な時なんじゃないかなっていうことが、まあ、展望と開運には書いてあるよね。強く出れば出るほどうまく運ばないよっていうことと、一人の判断でどんどん進めたりしないように手間があっても周りの人たちに確認しながら行くのがベストだよねっていうことで、それがやっぱり後々プラスに働いていくんだよっていうことです。なので今ねなんか間違っても自分でやりたいようにやってしまったりすると人を傷つけてしまったりとかなってしまうので、そうすると人間関係が悪くなるというようなことが起きます。なので今月は疲れやすいっていうところがまだねあるので、マッサージに行ったりするといいんじゃないかなというふうに思います。では次は運勢がいい六白ですよね。六白はどこにいますか？三匹の上です。はい、三匹っていうのは物事がこう始まっていくっていう感じで、ちょうどみんなにやっているところが認められていくっていうようなところになるので、まあ、今までちょっとこう始めていたようなものがやっと日の目を浴びてくるっていうようなところになると思います。なのでやる気があって陽気で足取りも軽くてみんなも応援してくれるっていうことで、意欲的で積極的に行動する一月だよっていうことと、まあ、準備していたことをねどんどん進めていっていいですよって、アイデアもどんどん湧いてくるのでやっていていいんだよっていうことがあります。でも六白ってさっきもね話してたんだけど、完璧を求めちゃうっていうところがありますけど、一番最初からそれを求めるとなかなかスタートっていうのは切れないので、まずはまあスタートを切りましょうっていうようなところが5月かなっていうところがあります。考えていること、やっていることが正しくなければ不思議と結果が出ないんです。なので結果を気にする六白だから、あ、結果が出ないなっていうことは自分の心をもう一回見てみて、あ、やっぱりちょっとずれてるところがあったなとかっていう風だったら、また修正をねしてもらえばいいかなという風に思います。朝早起きして、午前中の時間をね有効に使うといいんじゃないかなと思います。では次の星は七石、はい、が白くの上に、はい、ね、七石本当にいいところにあります。この先月にも増して運勢は好調です。体調も整って人間関係も円滑に運ぶということで、もう何も言うことないですよね。じゃあ次行きましょう。もう次行っちゃうんですか？いやいや、そんなことないです。でね、こう調子がいい時の七石ってなんだっけ？調子に乗りすぎる。そうなの、そうなの。だからやりすぎちゃうっていうところが七石にはあるので、そのやりすぎるところが周りはね鼻につくんだよね。そうするとせっかく人に好かれている七石ね、
みんなに好かれていて、そしてなんかみんなとこう協調してやっていける質的なのに、なんか人からのバッシングっていうかちょっとっていう感じのものを感じてくると思うので、あ、やりすぎは注意かな。一番絶好調の時にあるんですけれども、絶好調で本当に体調も良くてお金回りも良くて、もう遠くまで行っちゃってね、計画したことがもうどん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 できるから、人を巻き込んでもうすごいこう大きなことをやって、多分ね任されてる時だと思うんですよ。自分一人だったらなかなかできないぐらい責任が重いようなことをきっと今背負ってると思うんですよね。だから何やってもうまくいくんです。でもこのうまくいく時だからこそ、質責はなんだっけ、調子に乗っちゃうそう、質責は調子に乗りやすいっていうところがあるんですよ。あと逃げたがる、うん、そこもあるかもしれない。なんかサボりたがるなところがあるので、責任があるとこうちょっとね謙虚な感じで、あ、私にはみたいな感じでこうね遠慮がちにするんだけれども、その責任は最後までちゃんとやった方がいいし、あの途中でやめちゃうっていうか楽したいみたいなところが質責結構あるので、そのサボり癖みたいなものを乗り越えてやるのが大事です。その後にすごくいい運気が待っている時だからこそ、今月はそこで踏ん張りたいっていうところはあります。ではその次、八白です。はい、八白ですよね。中央に来た時っていう風なので、運気がすごくいい陽運気ではあるんですけれども、今年やっぱりね、あの八白って何回か止まる時が来ると思うんですけれども、5月もペースダウンの時ですね。もう全然バーっていけそうっていうような感じだと思うんですが、その忙しかったところからちょっと5月はペースダウンっていう風なので、ゆっくりね周りが見えます。なので周りの声に耳を傾ける、そして時に受け入れがたいトラブルがあってもって書いてあるんですけど、そうなんですよ。本籍地に案件がつくから、思わぬ多動的な難、ね、自分は頑張っていたとしても思わぬところにトラブルとかミスとかっていう風にして、他の人のミスで自分が害を被るっていうようなことになってしまうかなっていうところもあります。こういう時にはね、やっぱり自分とちゃんとこう向き合うっていうこともできますし、まあ、次に向かうところで落ち着いて人生の棚卸しというのかな、もう忙しいものでね、もうひっちゃかめっちゃかになってると思うんですよ。もう部屋も多分見てください、もうぐっちゃぐちゃになってると思うので、何はいる何はいらない、この辺のところをちゃんと整理して次に向かっていくっていう風でリズムがあるので、忙しい後にここでちょっと落ち着いてまた走るためにペースダウンをするっていうようなところかなというのがあります。事故とか事件に注意をしましょう。村山先生の展望と開運のね本はぜひお手元に置いて、あ、こういう風なことが書いてあるのねっていうことで見ていただければと思います。はい、宝の持ち腐れにならないようにフル活用してね5月を乗り切りましょう。